眼科医の平松です。今日は、いただいた質問で、偽落雪緑内障っていうのは開放隅角緑内障なんでしょうかって質問にお答えしようと思います。めちゃくちゃマニアックですねお答えします。悩んでる人もいると思います。のなさんですかね、お世話になります。3年ほど前から偽落雪性緑内障、ね、偽落雪とも言いますけど落雪緑内障ってことでザラカム使ってますと。まあ、緑内障の予備群ってことでしょうかってことですけどね。視野検査は今のところ見えてないところはないってことなんでね。で、眼圧差し方、私のね、目薬の差し方動画っていうのが、あるんですよ。で、それを見てくださって、もともとは20ぐらいだったのが16から18ぐらいになりました。素晴らしいですね。よかったです。落雪緑内障は開放性閉塞どっちでしょうか？結論から言うと開放性が多いです。閉塞性もあることはあるので、まあ、絶対とは言えないんですけど、ほとんどが開放性ですね。落雪緑内障って何なのか、結構マニアックなんですけど、ちょっとお話しさせていただきます。落雪緑内障っていうのは、落雪症候群っていうのが原因で緑内障なんです。落雪症候群とは、白内障のところから、ハケ状の物質っていうかな、ゴミみたいのが分泌されるんですよ。でそれが、隅角って言って水の流れの排水口に詰まっちゃうんですね。そして眼圧が上がって緑内障になりやすいって状態の状態です。なので基本的に、隅角にアプローチする治療が結構効きやすい、トラベクトームとかミグスとか結構効きやすいっていうのが実感としてありますね。で、落雪症候群の後はポイントは白内障も進みやすいので白内障手術も早めにした方がいいって感じがよくあると思います。で、落雪症候群の場合は目薬の効きが、まあ、いい人もいるんですけど意外と効き悪い人もいるなっていうのが、まあ、正直なところだと思います。で、基本的な治療は一緒です。プロスタグランジン使って他の目薬してダメだったら手術みたいな流れが一般的になるかなって思います。じゃ、この方は視野が見えてないので落雪緑内障かって言われると、一応全視野緑内障に入っちゃうのかなって思う。ちょっとややこしくて申し訳ないんだけど、視野が完全に欠けた場合のみ緑内障と定義はそうなんですよ。で、全視野緑内障っていうのは緑内障とそうじゃないのの端境みたいな感じで考えてください。または高眼圧症で目薬することもあるんで、眼圧が高いと緑内障になりやすいから、そういう意味で使ってるのかもしれないですね、と思ってくだされば幸いです。まあ、これで十分答えられたかちょっと不明ですけれども、なんか疑問質問ありましたらまたコメント欄に書いてください。他の方もぜひぜひ。で、チャンネル登録、そしてベルマークを押しとかないと私の答えが分かんないと思うので、ぜひぜひよろしくお願いします。